こっち？これ？決まるんじゃないですか？はい、どうも、こんにちは、ムーメイです。今日も楽しく、スマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回ですね、ファルコンのね、即死コンボなんですけども、まあね、今回はね、この戦場でできる即死コンボですね。やり方は、下投げして、空上、空上、空上、膝かなとりあえず空上何回かやって、膝を当てるって感じです。ここら辺の位置、ここら辺の位置から、下投げ、空上、空上、空上、膝。これ確定ですね。マジで強いんでね。これは強い。よくね、みんなありがちなんだけど、終点ばっかで、たまーに戦場で来る人いるじゃん。たまーに戦場来る人いるんだけど、そういう時、あ、どうしたらいいんだろう。とりあえず、クエ振っとけばいいか、みたいな感じで。まあ、確かにね、クエ振っとけば、パーセント稼げるんですけど、バーストできる、このね、バーストできるタイミングをね、逃したりしてる人がね、結構多いので、まあ、今回はね、この、膝を入れるタイミング、膝を入れるタイミングっていうのをね、大事にしていただけたらなと思います。で、膝を入れるタイミングなんだけど、こう上がりながらした後に膝ではなく、落ちながら空上を打った後に膝ですね。落ちながら空上を打った後に膝、これじゃないと確定しにくいかなっていう印象があります。こう上がりながら空上当てて、膝も一応ね、確定体はあるんだけど、これ結構難しくて、それよりか落ちながら空上を当てながら膝を狙うっていうのがいいかなと思います。空上、空上、ここで、見たでしょ？下投げ、空上、空上、空上、この、降りながら空上した時の、あとは、結構ね、相手の硬直時間長いので、その後、膝を当てるっていうのが大事かなと思いますね。下投げ、空上、空上、空上、膝みたいな感じですね。少しでも参考になっていただけたらなと思います。さあやっていきましょう。ポケトレはきちい。ポケトレはきちい。そうだね、ゼニガメ？お？どうした？急になんか、止まってたからびっくりした。んー、なんだ？いや？よいしょ？ん？ OK！ 膝当てていく。まあ似たような感じだね。最後の空上みたいな。でもちょっと違うかな。うわ、反転した。反転してほしくないんだけどな。ん？なんだ？どうした？なんか挙動不審な人多いな。どうした？ん？すごいなんか挙動不審なんだけど。危ない、当たんねえか？置いて。お？ジャブそんな連打してないんだけどな。オッケー、クゴー。オッケー、掴んでいく。しっかりね、しっかり当てていく。オッケー、当たんねえか。よっ、ん？なんか挙動不審だな、みんな。痛い。掴めなかった。掴み範囲がね、狭くてね。こっち、これ決まるんじゃないですか。決まっていく。今日紹介した即死コンボ決まったね。よかった。いい感じに決まったわ。さあ次、ダークサムスか。マジか。ガノン使ってる時にね、こうガン待ち、ガンイモキャラと戦いたくないんだよね、マジで。オッケー、オッケー、さよーなーら、ガンマチサブスさん。よっ、よっ、見てた。
しょうもなさめなサムスですね、マジで。マジでしょうもないじゃん。こういう人しかいないんだろうな、マジで。本当に本当に友達いないんだろうなっていうのがわかるわ。いいよ。はい、お疲れー。しょうもなさむさ、さようなら。友達いなさそうだね、マジで。やっば、マジで。本当に友達いないじゃん。よ。はい、お疲れ様です。しょうもなダークサムスさん、さようなら。マジで友達いないんだろうな、これ。やば。やばいやん。びっくりした。さあ次、スネーク。プリンの時スネークめちゃめちゃきついと思うんだよね。頑張っていこう。オッケー。うん。出し攻撃マジ強いんだよな、スネーク。いや。いや。まあスネークはね、俺使い手だからね、わかるんだよね。どういう戦法当たるんだ今の。どういう戦法されたら嫌かみたいな。なんだ今の判定。 OK。 はい、 OK。 おいしょ。 OK。 おっと、ジャンプないんじゃない。わいー、やりますねー、やりますねー。ジャスガのロケラン。やめて。 OK。 これは決まったんじゃないですか。どんな気持ちかな。いないよ。いたよ。下投げでいいかな。あ、いや、はい、いやー。やってんな。よいしょ。じゃあすがしてますよ。やめて、やめて。いいよ。いやしっかり見てた、しっかり見てたよ僕は。いやー、プリン強いなやっぱり。はい、ということでね、今回はキャプテンファルコンの即死コンボについて触れていきました。少しの参考になればなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ということで、じゃあね。